皆さんこんにちは、広報警察署です。これから浜っ子交通安全教室を行いたいと思います。浜っ子交通安全教室では、歩行者の渡り方、歩行者のマナー、自転車の乗り方、自転車のマナー、さまざまな実験を行いたいと思います。それではご覧ください。道路の歩き方です。歩行者が道を歩くときは、車が通る道の反対側を歩きましょう。なるべく広がらないように歩きましょう。横断歩道が近くにあるときは、横断歩道を渡りましょう。信号機のある横断歩道の歩き方です。横断歩道を渡るときは、横断歩道の前できちんと止まってください。止まってから信号機を確認します。信号機が赤の時は止まって待っていてください。信号機が青になってもすぐに渡らないで、右左を見て、車や自転車などが止まったのを確認してから渡りましょう。渡る時は手を上げて、右左を見て、車や自転車などが来ていないかどうか見ながら渡りましょう。横断歩道のない道路の歩き方です。道路に出るときは急に飛び出さず、一度止まって車や自転車などが来ていないかを見てください。渡るときは手を上げて、右左を見て、車や自転車などが来ていないかどうか見ながら渡りましょう。車両が止まっている時の道路の歩き方です。目の前に車などが止まっていた時は、道路に急に飛び出さず、車の手前で止まり、顔だけ出して右左を見て、車や自転車などが来ないかどうか確認しましょう。車や自転車などが来ていなければ、止まっている車の脇を手を上げて通りましょう。止まっている車などを通り過ぎたら、歩道に戻りましょう。自転車の乗り方です。自転車に乗るときは、頭を怪我から守るために必ずヘルメットをかぶりましょう。また自転車は車の仲間なので、標識や信号などの交通ルールを守り、車道の左側を走りましょう。ただし標識があるときや、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体の不自由な人が運転するときは、歩道の道路側を走ることができます。自転車の乗り方です。まず自転車に乗るときは、自転車の左側から乗ります。周りに人がいないかどうか確認してください。次に走り出すときは、必ず右左後ろを見て、人や車などがいないかどうか確認してください。信号機のある横断歩道の渡り方です。まず横断歩道の手前で一旦止まりましょう。次に信号が何色か確認しましょう。信号が青色であってもすぐに渡らないで、右左を見て、車や自転車などが来ないか確認しましょう。横断歩道は歩いている人が優先なので、歩いている人の邪魔になってしまうときは、自転車を降りて押して渡りましょう。歩いている人の邪魔にならなければ、自転車に乗って渡ることができます。
信号機のない交差点の渡り方です。ここでは信号機のない交差点を右折する方法を説明します。自転車で右折するときは大きく大回りに右に曲がります。右左を見て車などが来ないか確認してから交差点の向こう側に進みましょう。交差点の向こう側まで進んだら右に向きを変えて止まります。もう一度右左を見て車などが来ないか確認してから前へ進みましょう。自転車での駐車車両の避け方です。目の前に車などが止まっていた時は道路に急に飛び出さず車の手前で止まり顔だけ出して右左を見て車などが来ないか確認しましょう。車などが来ていなければ止まっている車の脇をすぐに止まれる速度で通りましょう。止まっている車などを通り過ぎたら歩道に戻りましょう。ワンポイント、道路には見えない危険が隠されています。もしかしたら車の運転席のドアが急に開くかもしれません。もしかしたら歩いている人が急に飛び出してくるかもしれません。ですからすぐに止まれる速度で通りましょう。止まっている車などを通り過ぎたら歩道に戻りましょう。自転車の降り方です。自転車を降りるときは自転車の左側から降ります。周りに人がいないかどうか確認してください。必ず右左後ろを見て人や車などがいないかどうか確認してから降りましょう。視覚実験です。車の特徴についてお話しします。車の運転手には見える場所と見えない場所があります。運転手は見えない場所をなくすためにミラーや直接右左を見ていますが、それでも見えない場所が出てきてしまいます。実際に運転手が見えない場所がどこなのか見てみましょう。それでは実験です。車の周りの死角となりそうな場所に交通安全協会の方に立っていただきました。運転席から撮影したカメラの映像を見てみましょう。人は見えませんね。車の種類や運転手の大きさで変わりますが、車の前の部分は約4メートルから5メートルの範囲、運転手席側の部分は約2メートルの範囲、助手席側の部分は約3メートルから4メートルの範囲、車の後ろの部分は約10メートルの範囲が死角となります。次に同じ実験をトラックで行ってみましょう。運転席から撮影したカメラの映像です。前方、サイドミラー、バックミラー、窓の外、人は見えません。もちろん歩行者の身長やトラックか乗用車によっても見えない範囲は変わってきますが、こんなに見えないところがあることが分かりましたね。ですから車の近くや周りでは遊ばないようにしましょう。次に巻き込み実験です。自動車がカーブや交差点を曲がるとき、車のタイヤは前のタイヤと後ろのタイヤでは通る場所が違います。これを内輪差と言い、前のタイヤより後ろのタイヤは内側を通ります。この内輪差は車が大きいほど大きくなります。ですから前のタイヤが通り過ぎても後ろのタイヤはさらに内側を通るので気をつけましょう。では実際にどうなるか見てみましょう。
ペットボトルと人形を見ていてください。トラックが来ました。前のタイヤはペットボトルにも人形にも当たりませんでしたが、後ろのタイヤはペットボトルを引いてしまい、人形にもぶつかってしまいました。皆さん分かりましたか？先ほどお話ししたように、車には死角があり、運転手から見えない場所がありますので、歩道で信号を待つときは道路のすぐそばでは止まって待たないようにしましょう。また自転車に乗るときは車の近くに寄らないようにしましょう。衝突実験です。車は急には止まれません。もし右左を見ないで道路に飛び出してしまったらどうなってしまうでしょう。実際に見てみましょう。人形が道路を渡っています。向こうから車が来ました。危ない。皆さん分かりましたか？このような事故が起きる可能性があります。道路を渡るときは必ず一旦止まって右左を確認しましょう。皆さんこんにちは。横浜 F マリノスオフィシャルチアリーダーズトリコロールマーメイズとマリノスケです。今日はみんなに覚えてほしい言葉が2つあります。まず1つ目は自転車に乗る前に確認する言葉、豚は喋るです。この文字の一つ一つに意味があるんですが、皆さん分かりますか？マリノスケと一緒に考えてみましょう。それではまず豚は喋るの部、どういう意味でしょうか？マリノスケ正解。ブレーキです。前のタイヤと後ろのタイヤ、前輪と後輪両方のブレーキがかかるか確認しましょう。続いて豚は喋るのた、どういう意味でしょうか？あ、マリノスケ大正解です。タイヤです。空気が抜けていないか、すり減っていないか確認しましょう。続いて豚は喋るのは、どういう意味でしょうか？ちょっと難しいかな。マリノスケ大正解です。歯は反射材です。反射材が汚れていないか、壊れていないか確認しましょう。それでは豚は喋るのしゃ、どういう意味でしょうか？そうだね、自転車全部含めて車体です。ハンドルが固定されているか、サドルの高さは合っているか、チェーンが緩んでいないか確認しましょう。それでは最後、豚は喋るの出る、これはもう大丈夫かな。そうです、ベルです。ベルが鳴るか確認しましょう。この自転車は大丈夫だね。それではもう一度おさらいです。豚は喋る、自転車に乗る前にはこの言葉を必ず確認してから自転車に乗るようにしましょう。それでは続いて2つ目の言葉です。さあ続いては自転車に乗るときにやってはいけない言葉、フナとイカについてお話しします。フナとイカのフ、マリノスケ何かわかるかな？マリノスケが自転車に乗りました。正解です。二人乗りをしてはいけません。続いてフナとイカのナ、フナとイカのナは並んで走行してはいけません。続いてフナとイカのト、マリノスケトわかるかな？そうです、止まらないことはいけません。続いてフナとイカのイ、マリノスケ耳を押さえてるね。そうです、フナとイカのイはイヤホン運転をしてはいけません。さあ最後です、フナとイカのカ、カはマリノスケヒント出してくれてます。フナとイカのカは片手運転をしてはいけません。それでは最後におさらいです。自転車に乗るときに確認する言葉、豚は喋ると、自転車に乗るときにやってはいけない言葉、フナとイカを頭に入れて
楽しく安全に自転車に乗りましょう。以上、トリコロールマーメイズとマリノスケでした。ヘルメット実験です。自転車に乗るときはヘルメットをかぶってください。ただヘルメットをかぶるだけでなく、あごひもなどを調節して正しくヘルメットをかぶりましょう。なぜヘルメットが必要かというと、死亡事故の約6割が頭に何らかの怪我をしているのです。怪我から守るためヘルメットをかぶってくださいね。ではどれだけヘルメットが頭を守れるか、水風船を頭に見立てて実験をしてみましょう。それでは実験を始めます。水風船を地面に落としてみます。最初はそのまま、次にヘルメットに入れて地面に落とします。さあどうなるでしょうか。それではまず水風船をそのまま落とします。水風船は割れてしまいました。次に水風船をヘルメットに入れて落としてみます。それでは落とします。水風船は割れませんでした。ヘルメットがない場合、人間の頭だったら大怪我になってしまいますね。この実験でヘルメットの大切さが分かったと思います。令和5年4月1日から自転車に乗るときはヘルメット着用が努力義務となりました。頭を怪我から守るため、皆さん必ずヘルメットをかぶりましょう。皆さん、浜っ子交通安全教室はいかがでしたか。自転車の乗り方、歩き方、交通ルールの大切さ、勉強したと思います。このことを活かして実際の通学路や帰り道に活かしてください。これで浜っ子交通安全教室を終わりたいと思います。ここからはマーメイズ体操で私たちと一緒に体を動かしていきましょう。今から3つの動きをレクチャーするので、私たちの真似をして一緒に動いてみてくださいね。それではまず1つ目の動きです。右手をグーにして回してトントン、反対も回してトントン、回してトントン、回してトン。これに足をつけてみましょう。ジャンプしますよ。せーの、回してジャンプ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 。ありがとうございます。次、2つ目の動きです。2つ目は両手を上に上げてグー振ります。せーの、右左右左。これも足をつけてみますよ。せーの、右左右左。ありがとうございます。それでは最後3つ目の動きです。3つ目は手拍子をします。まずはゆっくりトントン、早くトン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 。これもジャンプをしてみましょう。せーの、トントン、早くトン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 。ありがとうございます。それでは音楽に合わせて3回つなげてやってみたいと思います。少し早いので皆さんしっかりついてきてくださいね。それでは元気に笑顔でいきましょう。右手を回すところからいきますよ。準備はいいですか。みんなも準備はいい。せーの、回してトントン、回してトントン、回してトントン。手を振ります。1、2、3。手拍子トントン、早く。もう一度、回してトントン、トントン。手を振ります。次は手拍子トントン、早く。さあラストです。元気よくいきましょう。手を振ります。最後は手拍子元気よく。皆さん一緒に踊ってくださりありがとうございました。また私たち